グランロードの岸尾です。伊塚です。3月11日に日本武道館で開催されるグランロデオライブ2023ロデオジェットコースター、うん、ですが、なんとゲストが発表されましたね。ゲストは、うん、まさかのフローです。おー、どうもフローです。3月11日に日本武道館で開催されますグランロデオライブ2023ロデオジェットコースターに、なんとゲスト出演します。ありがとうございます。呼んでいただきました。はい、ありがとうございます。兄さん方に嬉しいって、久しぶりですね。なんかそうだね、ね、うん、もうね、かつてはズブズブでフローグランロデオというね、やってましたね、やらさせていただいてましたけど、はい、なんか久々にまたグランロデオさんと一緒にライブご一緒できると、うん、楽しみですね。はい、めちゃめちゃ楽しみで、また武道館ってのがね、うん、ああいいっすね、いいっすね、はい、ということで久々にね、あるんじゃないですか、あの例のあるんですか。お、どうなんですかね。いいって言ってくれればこちらはぜひ、はい、ぜひちょっとこちらはやる気満々で行きたいなと思ってますんで、ぜひとも3月11日めちゃめちゃ楽しみたいと思います。よろしくお願いします。2月の3日金曜日12時よりセブンイレブン先行が始まります。詳しくはホームページをご覧ください。それでは皆さん、3月11日にお会いしましょう。以上、フローでした。絶対断らないんですかね、あの人すごくないですか。すごいですね。絶対空いてんのかな、スケジュール。多分無理を言って、フローもツアー中らしいんですけども、なんか心よくね、すごいですよ、ワールドツアー中ですか、ね、心意気はすごいですね。本当になんかちょっとでもなんか縁ができた人たちとかね、うん、まあ例えば俺らグランロデオでもそうですけど、必ず駆けつけてくれるっていうね。ありがとうございます。もう本当に気のいい奴らでございます。まあフローとグランロデオなんで、どうなんでしょう、うん、あの辺の曲っていうのはやるんでしょうかね。何でしたっけ、7つの滞在。そうだ、それ7つの滞在。そうです、7つの滞在のやつがあるんで、まあちょっと愉快な人たちがやってき、ね、てくれるということを、うん、いや楽しみですね。そうですね、心強いですし、はい、一緒に、まあそっか、そうですね、うん、だってセブンとかハウリングなんか久しくやってませんよ、うん、いつ以来、はい、俺の記憶が確かなら、うん、フローの武道館でやったの最後じゃない、うん、俺らがゲストで出て、あれはもうコロナの前とかでしょ。そっ か、 3年前。そうだよね、そうですよ。うわー、やってないんだ。やってませんよ。フローのファンの皆さんも来てください。そうですね、うん、もうなんか言いたいこといっぱいあるけど、もう疲れたんでいいです、うん、フローが頑張ってくれると思います。フローもだからそうね、盛り上げてくれると思うので、はい、まあそんなこんなも込みで、うん、武道館、楽しみにしておいてください。お待ちしてますんで、はい、はい、グランロードでした。